はい、バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。でですね、ゴールドラッシュで、2年間ぐらい通用する。私もやってましたけども、もうすぐ気がつきました。ゴールドラッシュでね、投資方法で、バイナリーオプションの短期だけでね、FX もそうなったんですけど、昔にね。バイナリーオプションもそうなっちゃったですね。というのは、ね、バイナリーオプションは短期だから、FX よりかもっと短い取引で、時間でやるんで、まだ通用してたんですよ。で、今年になって通用しなくなったっていうのがね、バイナリーオプションも短い幅で取引するので、今までね、通用したんですけど、ね、今年の何月ぐらいかな、3ヶ月ぐらい前かな、で、4ヶ月ぐらい前かな、今年ぐらいから通用しなくなってきたんですよ。というのは、ある短期の場合、落ちるときによく落ちるんですよね。そのとこに払って逆に動いて、もここで逆張りで、難品でたくさん打つってね、100本も打ったり200本も打っても、もあと後半戻るから、回収できたんですね。で、そこでたくさん稼げたんですよ。で、ゴールドラッシュでそういうバイナリーオプションのね、投資方法がすごく流行しまして、で、みんな稼いで外国に行ったりとか、ね、外国のリゾート行ったりとかしたんだけど、今年になって帰ってきちゃったんですよ、日本に。日本ばっかしにね。なぜかって知ってますか？効かなくなったんですね。ゴールドラッシュのバイナリーオプションの難品で、ね、10本、20本、30本、40本、ね、逆に行ったら逆張りでね、打って、で、後半までに取り返してしまうということができたんですよ。だ、今年になってね、逆張りにどんどん逆方向に流れちゃうんです。それいくら打っても。100本、200本打っても。それで全部損しちゃうのね。全然戻ってこなくなってきたんです。っていうのは同じ戦法で投資してる人が多くてね。それでみんなやられて外に、生活費がなくなって日本に戻ってきたんですね。すごい人数ですよ。バイナリーオプションでね。食っていけなくなって日本に戻ってきた人がね、ゴールドラッシュだったんですよ。2年間ぐらい通用したのに 3年間ぐらいだから、その方法バイナリーオプションで出てきてね、ペイが良くなって通用するようになって、ですから 2,3 年ですね、通用したのが。今年から全然通用しませんよ。だから FX の、昔 FX の昔であったけど、同じですね、現状は。だから長く投資してね、見て、というような感じで、まあ1時間以上のものは FX もそういうのがあったんで、できたんですよ。で、短い周期のやつはバイナリーオプションしかできないから、ね、でバイナリーオプションはできたんだけど、今年からもう全然通用しなくなったですね。これね、ぜひ知っといてください。今までテレビで見てたような投資方法では稼げなくなったですから、全然 100% ダメですよ、こんなのはね。そういうふうなゴールドラッシュがありました。で、私もそれ使ってたんでよく分かるわけですよ。1億円近く投資した時にね、それで稼ぎましたから。で、現在それ通用しないんですね。ね。で、逆張りだからってね、あと時間いくつだ、2分か、ね。逆に外れたからってどんどん打ってね、難民で少しでも落ちるだろうと最後の方まで頑張って、どんどん積み上げてね、打ってても、ね、100本打って上がっちゃうんですよ、最後に行っちゃうと。
これがもう確率が多くなっちゃったっていうのが、同じ真似する人が多くなったんですね。ゴールドラッシュでそういう方法でみんな稼いだから、これが今年から通用しなくなって、外国に行ってたファイナルオプションの投資家が稼げなくなって、生活費がなくなって日本に戻ってきたんですね。そればっかしですね。ぜひ注意してください。今通りように簡単に稼げなくなりましたね。ね、そういうねゴールドラッシュでしたね。まあその間勉強してきたんで、私の方は地道に稼ぐような感じでね、頑張るしかないんですけど、そういう分析データが分析してたらね、調べてたら分かってきました。今までとちょっと違うな、なぜ変だなと思ったんですよね。意味分かんなかったんだけど、うまくいかない、うまくいかないなったんですよ、データでね。それで分かったんですよ、意味が。全然打つ方向でね、たくさん打とうと思うようなところが逆に上がっちゃうんですね、下ると思ってね。どんどん上がっちゃうの、最後まで上がっちゃうの、全部打っても上がっちゃうの、少しでも下がれば勝てると思って全部上がっちゃうんですね。これもう同じ真似してるからもう通用しないんですよ。みんなこれ打つんじゃないって言ってんのよね。うん、真似してるから全民が損しちゃうの。そんなのばっかしになってきたですね。ああ、とっても難しいですね。ええ、時間かな、あと15分10秒。まあそういうことで、大幅に変わったから注意してください。簡単に稼げたの方法はもう通用しません。